皆さんこんにちは。俺は高校生探偵工藤新一。幼馴染で同級生の毛利蘭と遊園地に遊びに行って、黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した。取引を見るのに夢中になっていた俺は、背後から近づいてきたもう一人の仲間に気づかなかった。俺はその男に毒薬を飲まされ、目が覚めたらダブルハンマーです。本日もダメポマンスペシャルの時間がやってきてしまいました。5月9日、本日は怪しげな挙動をしていた通称ダメポマンについて超ざっくり簡単にまとめていきたいと思います。ではいく。5月5日、ひまそらあかねさんのライブ、好き嫌い、ダメポマン、おう、堀口秀俊新ネタも、において、問題のダメポマンについて解説がありましたので引用していきます。時は堀口くんがネットから消えた4月28日に遡ります。好き嫌い .com にて、次のような投稿がありました。4月28日、18時13分の投稿です。鍵の音が、親がドア開けたや、もうダメポ。解説しますと、この元ネタは2000年代初頭に流行したネタで、鍵の音が、親が鍵渡しや、もうダメポというものがあります。これは2チャンネルダウンロード版にて、イニーなどのデータ共有ソフトを使って追い倒していた人が朝方に警察に踏み込まれ逮捕されたっぽいタイミングで投稿された一文になります。そのことから堀口くんのパパンが呼び出され、警察と共に踏み込んできたのではないかということを揶揄したものと思われます。ですが思い出してください。あの時我々は状況から堀口くんがどうなったのかを推測することしかできず、72時間動きがなければどうだとかの反応を見守っていた段階でした。今でこそ嫌がらせメールやその後の動きがないことなどから、28日の17時48分頃が堀口くんのネット上での最後の動きであり、措置入院の可能性が高いことなどが噂されてはいます。しかし28日の18時13分、堀口くんが最後の動きをしてから30分経っていない時点で警察に踏み込まれたと判断できた人はいたでしょうか。30分なら食事や入浴、ちょっとトイレ休憩してそのまましばらく SNS の画面を見ていなかっただけと区別はつきません。それなのにこの投稿は親と警察に踏み込まれてもうダメポと書き込んでいるのです。そんな不審な点から、この書き込みをした人物をダメポマンとしてひまそらさんはチェックすることにしました。そうすると野生の研究者が好き嫌い .com を解析し、ダメポマンの投稿をピックアップしてきてくれたそうです。野生の研究者すごっぴねー。ちなみに好き嫌い .com はコメント入力者の名前や ID というものが利用者には見分けできなくなっており、このユーザーの投稿を見えなくするの機能で他の投稿が消えたかどうかで判断するくらいしか普通に利用する場合ではできない仕様になっています。そのためここで注意事項があります。これから説明する内容はあくまで野生の研究者がダメポマンの投稿とされるものを抽出し、ひまそらさんがそれを考察したものとなります。誰がどんなつもりで投稿したものだと断定するものではありませんので、その旨を重々ご承知の上でコメントなどありいなるご安全にお願いします。それでは話を戻しまして、ダメポマンの投稿は4月23日のものからありましたので見ていきましょう。見える地雷を自分から目隠しして全部踏む。これはひまそらさんがライブで堀口くんが裁判の送達を受け取らない作戦を取っていることを例えた時のコメントですね。このことから結構ひまそらさんのライブを見ていて解像度も高めの人ではないかと予想されます。ステーキハウスから出られないくだり何度聞いても面白い。デモ中のロンドンなのにステーキを食べに行っていた時の話ですね。スティーブって誰？アルパカ社長のライブでボロンされた定額通知に署名されていた名前ですね。これは先ほどのステーキの話と合わせて X で正彦さんやニセカンドさんが予想しながら調査していました。ひまそらさんはライブでは取り扱っていませんので、 X 上の研究者たちの話題もチェックしているようです。決してルフリから復活するまでの間に乗っ取りにあって戻れなくなったら面白いんだけどな。我々時事系をはじめ堀口くんをウォッチしている人からすれば、王のアカウントが消えてしまうと面白くなくなってしまいます。ここからも若干ウォッチしている側とはズレを感じてしまいます。絶対戻ってくるやろ。 X の収益を捨てられるはずがない。いや、堀口くんの X の収益はどうなんでしょうか。ちょっとわかりませんが、それも差し押さえのターゲットにされてしまうのではないでしょうか。10年越しにチンポロされた弁護士もいるんですよ。チンポロ。いや、あんまりここに突っ込むのもあれなんですけど、あれと言いますか何と言いますか、まあ何ですよね。流行っていたのはボロンとかカイチンとかカワとかじゃないでしょうか。解像度が高い割に流れには乗れていない気がします。ひまそらあかねさんのコメントはこちら。自分が有能だと思っているやつだと思う。空気を読まずに自分のセンスの方が上だと思っているので、
新しいセンスのいい言葉を生み出そうとしている。自己主張が強い高学歴とかじゃないかな。なるほど、そういう見方もあるんですね。勉強になります。また4月28日18時17分にごちゃんの時パスへに単発で次のような投稿がありました。令和のもうダメポは意外とあっけなかったんだな。また後日の時パスで、これは自分だと手を挙げている人物が書き込みをしているようです。時間を確認しますと、好き嫌いのダメポマンの投稿は18時13分、この書き込みは4分後です。ずいぶん反応が早いですね。そして令和のもうダメポという発言にも違和感があります。元ネタのもうダメポを知っていて、今回が同じ状況になっていると、あの推測しかできない状況下で認識していたかのようです。次は好き嫌いに戻って、4月28日17時27分の投稿です。陳述で怒りのあまり警察を暇のん認定する。こういう言い方をするということは陳述ね本人ではなさそうですね。次は21時の投稿です。裁判まで行けると思ってんの、このタイミングで。堀口くんが裁判すると思ってる？妙だな。ポンス賞の裁判に対して堀口くんの腰が重いのは皆さん周知の事実です。やる、やらないではなく、いけるという表現を使い、このタイミングと言っています。このタイミングの意味がわかるのは、例えば堀口くんの弁護士であれば理解できると暇空さんはコメントします。と言いますのも、例えば住民票を嘘をついて抜いたりしていたら、それは場合によっては刑事罰がつく犯罪になってしまいます。それを分かった上で弁護士が絡んでやっているんですか。という内容の書面を暇空さんは堀口くんの弁護団相手に出しているそうです。あ、察し、そのタイミングでしたか。住民票の嘘は丁寧に話してから堀口くんをウィズアウトしないと爆発してしまう危険物になっていたわけですね。これを知っているのは、今回のライブで発表するまでは暇空さんと弁護団、堀口くんと堀口くん側の弁護士だけでした。ちなみに堀口くんは2023年の年末に住民票を抜いているそうです。重ねて言いますが、そもそも嘘で抜くのはダメなことです。おそらくホーリーナイツとしては、丁寧に話していくために上申書を出したりして本人の言葉を信じただけという体裁を整えようとしていたのではないでしょうか。参考に、暇空さんが補助参加しているノートの本訴訟では、海外から裁判を起こした原告にだけ使えるマル秘の奥義である原告担保提供の申し立てをしています。それについて返事は今までにないとのこと。そして4月26日に期日のあった清谷氏との裁判の方でも、堀口くんは今更住所の取得を申請しています。これにはライブでエポートしていたサンソンさんも、どうして今更やったんだろうと不思議になっていました。ですが、ここまで並べてみると、堀口くんの住所がバレるといろいろまずそうな気配が漂ってきます。いつ英国に行って、いつ帰国して、どのタイミングで住民票を動かしたのか、時系列で並べてはっきりさせると困っちゃうんですかね。そしてサンソンさんのライブで住所が取得されたという情報が出てくるより先に、住所がバレるとまずく、今はそういうタイミングでないと思っている人物、これは何者なんでしょうか。だいぶ堀口くんの状況を知っていそうな人の気がしてきました。いや違うかもしれへんわ、確信がないわ、言及すんのやめとくわ、次に行きます。ここが荒れたところで堀口にも暇空にも何の影響もないのにな。 W 何がしたいんだ W。 まあ言ってしまえば好き嫌い .com はアンチがうさばらしに投稿するだけの限界集落のような場所ですから、普通は何の影響もないと考えても不思議ではありません。ただ堀口くんはどうだったでしょう。好き嫌い .com の管理人を開示したり、権利侵害を訴えながら大暴れしていたポストの中でも挙げていました。気にしなきゃいいのに、めっちゃ気にしてて笹パンダ。やっぱりネットから離れて他のことをやっていた方が彼にとっては何倍もいいことだと思うんですけどね。なおネットから離れることはない模様。もうダメポリバイバルが起こりそうだったし、時代は繰り返すんだなって。元ネタのダメポを知っている人っぽい投稿ですね。ここが荒れてるってことは不在ってことなんや、平和の象徴なんや。また秀俊がリターンしてきたら一致団結するんやで。一致団結？おっちゃんにしろ事件にしろ、団結はあんまりしていないイメージじゃないですか。どちらかというと新民は王に夢中で、それぞれが好き勝手に騒いだり盛り上がっているだけの気がします。一致団結しているように見えるとしたら、あ、堀口くんがわからみると、もしかして本人不在の中カラカラと虚しく回り続けるスクリプト。この投稿は堀口くんがスクリプトを回していると認識していて、かつ現在はネットに触れない、不在ということも知っているように聞こえます。続いて日付は29日を迎え、17時頃の投稿に移ります。あ、バットマン X が重いからこっちで暴れてんのか W。 自称学生にゴールデンボールとバッジ握られていても立ってもいられないの。29日17時、まだ72時間経っていない時点でバットをつけているのは堀口くんと別人だと認識しているようです。
本人とは限らんぞ。今向こうで窮地に立ってるの何人いると思ってんだ W。 はい、今カルキス軍団で窮地に立ってるのって何人いるかわかる人？普通はわかりませんよね。カルキス軍団って X 上で VPN 使ってつぶやいてるだけのイメージなんですけど、それで窮地に立ってる人って誰なんでしょう？まるで実装を知っているかのような投稿に思えませんか？こちら側から見た感じの推測だと、ずっと堀口くんの代理人や使者として動き回っている生間先生であったり、リーガルハラスメント記者会見を指導したキャンバラ先生や、コラボと絡んでいた初期セブンナイツあたりは、もしかしたら仲間内で責められたりしているかもしれないよね、といった予想になるのではないでしょうか。それはどこか他人事のように言っていますので、初期のセブンナイツにはいなかった、後から現れて、法律をよく知っていそうな人物、みたいな感じでしょうか。あくまで雰囲気ではありますが、自分は燃えてない、と認識していて、その窮地に立っている人をちょっとバカにしているみたいな感じがします。本人不在で荒れてたすれもバットマンが現れるだけで見事な一致団結。あっぱれや。またまた一致団結が出てきました。ダメポマンには好き嫌い民が協力しているように見えるそうです。頭おかしなので、ここからは続けて3つの投稿を紹介します。まさか化け物をウィズアウトしようとしたらバッジが引っかかって逃げ切れないとか B 級パニック映画かよ。バッジ落としましたよ。ええ、堀口くんが静かになるまでに3つのバッジが飛びました。バッジにすごくこだわっていてササファンだ。堀口くんの弁護団が3人というのは知っているっぽいです。そしてその人たちをちょっとバカにしているような、そんな印象を受けますね。マスコット的存在だもんな。もう一番おいしい。これは小林の怒りさんに対するコメントですね。確かに最近は二次会ビジネスにも手を出し、登録者も2万人を突破して絶好調の小林は、おいちよいちよいちって言ってそうです。小林ファンの皆様、私のチャンネルも登録していっていいんですよ。イグーチンフェ、岩間、シャム、唐沢弁護士、それ全部一人でコンプリートしたようなもんだからな。ダメポを知ってたり、昔の演奏した人たちを知っていたりと、ニコニコ動画が流行していた時代をよく知っていそうな雰囲気がしますね。パンダ、ホーリーさん弁護士を連れてきたよ。マンゴー、クマ、キツネ。あれ、このコメントおかしいですね。鳥は、ゴッドは、キャンマラ先生が出てこないのはどうも不自然です。堀口くんみたいだな、と言われたら切れる。それすでにカルキス軍団が当たって切れてた。人として許されざる侮辱ってやつですね。ひまそらさんがキツネさんに頭掘り口だなと言った時のことではないでしょうか。それを当たって切れてた、言われて切れてたではなく、当たって切れてたということは、キツネさんではなくて、その切れてた様子を見ていたカルキスの誰かなんですかね。いえいや、ほうとりとチンギツネ見てる。この時ひまそらさんは配信でマンゴー、鳥、キツネを取り上げたのですが、マンゴーがなくなりました。カング級の3人を挙げたのに2人になってしまった。おかしいな、さっきはマンゴー、クマ、キツネだったのに、今回は鳥とキツネになっています。マンゴーを出したり消したりする、一体何者なんだ。他の口座の目星もついて余裕の3751アオリか。どうせ生活費も有限実行費もちゃんぽんだっただろうから、順番に潰していくだけだな。これは向こう側の状況を知っていて、その知識で切りたい有識者気取りな感じがしますね。クマ、マンゴー、キツネでホーリーさん弁護士だっけ。馬は何だった、下っ端。ダメポマンはこの3人にどうしてもしたいようです。キャンバラ先生、どこ行った。ちなみに馬って誰かわかります？クマ、マジで対比マソラ専用マシーンになっちまったのか。これは言うなら堀口くん専用マシーンになるのではないでしょうか。ハイブタさんの件でも生間先生は動いていますので、対比マソラ専用とはならないと思います。またダメポマンが使用していたものとは別の端末からの書き込みもありました。ファンだ、好き派の人よ。マンゴー、イライラして。キツネ、どうしたんだい。クマ、話聞こか。だからキャンバラ先生をウィズアウトしないであげてください。どうしてもこの3人のイメージにしたいようですね。カルキス軍団や堀口には自虐できる余裕がないんだよな。そこが常に劣勢に見えることに気づいてないのが不思議。うん、頭が良さそう、軍師っぽい。自虐できる余裕ですかね。私も人のことは言えませんが、なんかネットに向かえてる人が少ないイメージがありますけど。王が不在で一番生き生きしてるのカルキス軍団だったな。わかりやすい。生き生きはしてませんよね。例えば静かになったり、ちょっと変な挙動だったりというイメージでした。カルキス軍団の誰かっぽいですね、とひまそらさんは予想されていました。ダメポマン、一体何者なんだ。
さてここで新ネタの投下がありました。ひまスラさんが出したのはタキシードパンダのポストのスクショです。清谷氏を提出するとポストしています。タキシードパンダも清谷氏を訴えるのは、このポストは2022年の10月7日のもので、訴状を送りました。11日に裁判所に着く見込みだという内容です。では一方で堀口くんが清谷さんを訴えたと伝えるノート記事を見てみましょう。こちらは10月11日にアップされています。タキパンの方が先にアップしててササパンダ。例えばの話ですが、訴状を送って弁護士さんに発表していいか確認したら、裁判所に届いてからにしなさいとか言われたとしたら、じゃあ裏垢でポストするわとか思ったり、まあ例えばの話ですよ。例えばタキシードパンダはスーパーハッカーなので、きっと堀口くんの情報を取ってしまったのでしょう。堀口くんより先に堀口くんの情報を出すなんて許せねえなタキシードパンダ。最後は広告のコーナーです。名探偵コナンでも知られる青山剛昌先生の過去作刃を紹介します。コナンとは打って変わってのドタバタ冒険アドベンチャーで、難しいことよりも面白楽しい戦いやライバルとの競り合いなんかを見たい人にはおすすめです。なんと再アニメ化が決定されたと報じられ、注目が集まっております。未読の方はぜひともチェックしてみてください。ご購入は概要欄のリンクからどうぞ。今回は以上となります。よければチャンネル登録をお願いします。登録ボタンをポチッとしていただければ、今後も動画作成の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。何かございましたらコメントを、回答も欲しいという方はお布施をいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。